バスがおよそ3メートル下の河川敷に転落しました。消防によりますと、バスは現場近くの知的障害者の作業所の送迎バスで、重傷の人はいないということです。さて、今朝は全国的に今シーズン一番の冷え込みとなりました。また、気温の冷え込みの冬日が今シーズン最も多い地点で、こちらは午前6時頃の北海道陸別町の映像です。北海道は東部を中心に冷え込みが厳しく、陸別町では氷点下 8.2 度まで下がり、今シーズン全国で最も低い気温で、吐く息も白くなる寒い朝になりました。失敗したからね11月中旬に初氷が観測されるのは2012年以来。午前8時半の名古屋駅です。空気がかなりひんやりしていて、街ではコートやマフラーなど冬の用意を手伝っています。また関東から九州にかけても内陸を中心に気温が下がり、岐阜県高山市は0度、名古屋は 6.7 度、東京都心は 7.6 度と、各地で今シーズン一番の冷え込みとなりました。支持しないと答えた人は 3.9 ポイント減って 42.6 万選される自民党総裁選挙で、安倍総理の再選を望む人は4割にとどまり、安倍総理以外の人が選出されるのが望ましいと答えた人が半数を超えています。アメリカのトランプ大統領の日本訪問についても聞きました。北朝鮮に対する圧力を最大限まで高めていくことで完全に一致しました。We're working to counter the dangerous aggression of the regime. 日米両首脳が北朝鮮への圧力を最大限まで高めることで完全に一致したことについて、評価すると答えた人は6割を超え、評価しないの倍以上となりました。共同代表に選出いただきました玉木雄一郎氏が共同代表に就任した日本のことについて尋ねたところ、期待する人の割合は2割にとどまり、7割以上の人が期待しないと答えました。共同代表を務める小池都知事についても、引き続き代表にとどまるべきだと思う人は7割を大きく超える人が、小池氏は代表を辞めて都知事職に専念すべきだと答えました。希望の党と対照的に立憲民主党に対しては半数を超える人が期待すると骨格を提示しました。新しい執行部は明日の発表する話です。イラクとイランの国境地帯で12日の夜に起きたマグニチュード 7.3 の地震で被害が拡大しています。死者はイラクとイラン合わせて160人を超え、負傷者は1500人に上っています。12日の夜、イラクの北東部ハラブジャ近郊を震源とするマグニチュード 7.3 の地震がありました。イランの国営テレビによりますと、少なくとも129人が死亡、1000人以上が負傷になったとの情報はありませんが、余震が続いていて、当局は警戒を呼びかけています。まず、発砲の20代の女性に、飛行機の上で発砲に契約させていたとして、
北海道庁は今朝から関連施設を家宅捜索しています。家宅捜索を受けているのは札幌市白石区にあるアレスの全国最大規模の施設など5カ所です。警察によりますと、札幌信者が正しくならず団体名を名乗らずに札幌で開いた仏教勉強会で、札幌の20代の女性に必要な書類を渡さずに契約させていた特定商取引法違反の疑いが持たれています。女性は入会金など数万円を支払いましたが、先月、相手の勧誘ではないかと警察に相談していました。白石区の施設にはおよそ40人の捜査員が入りました。警察はアレフが今回の件に組織的に関わっている可能性があるとみて関連資料を押収し実態を調べる方針です。神奈川県座間市のアパートから切断された9人の遺体が見つかった事件で、白石貴博容疑者の携帯電話から待ち合わせ用に送られてきた女性被害者の画像が見つかっていたことが新たに。これまでの調べに対し、白石をその後の調べで9人警視庁が白石容疑者の携帯電話を解析したところ、被害者の一人田村愛子さんの画像が携帯で白石容疑者との待ち合わせのために自分の服装の写真を送ったものだということです。白石容疑者は被害者と SNS を通じて知り合ったと話していて、警視庁は白石容疑者と田村さんが犯行当日に初めて会ったとみて供述の裏付けを慎重に進めています。冒頭でもお伝えしましたが、今日午前大阪府泉津と消防に通報がありました。消防によりますと、バスは現場近くの知的障害者の作業所の送迎バスで18人が乗りました。3メートル下の河川敷に落ちましたが、病院が救助されていて重傷の人はいないということです。事故の詳しい原因はまだ分かっていません。マツコさん、クリコさんのように気をつけてください。今そんなに汗かかないし、いいわ、カレー臭です。カレー臭はここに残るんで、そのちゃんは寝回してるから大丈夫です。みんなカレー臭にも寝直す。本格新種新レノアハピネス、小平は積極的にスピードを上げ、インクレコードに近いタイムで2